はい、小西優也です。体育学部健康スポーツマネジメント学科、サッカー部に所属していました。はい、三菱電機株式会社に内定をいただきました。三菱電機は家電から宇宙までをコンセプトに様々な事業を展開している会社です。はい、動機は、プロサッカー選手を目指して入学しました。しかし大学に入って全国トップレベルの、レベルを肌で感じ、プロサッカー選手になる夢を諦め一般企業就職を目指しました。はい、3回生の夏頃から就職活動を始めました。私が就職活動で何を一番初めにしたかというと、キャリア支援センターに通い、どうやって就活を進めていったらいいのかであったり、新卒切符を使うにあたって莫大な企業の中からどのように自分の企業に合った企業を選んだらいいのかということをキャリア支援センターに相談しに行きました。はい、はい、私が思うマネしろポイントを一つ紹介します。私が実際に行っていた、企業の、私の、短い自己紹介をここで披露します。はい、大阪体育大学から参りました小西優也です。私は、17年間サッカーを続けてきまして、全国のどの就活生にも負けない体力とメンタルがあります。本日はよろしくお願いします。というように、全国の就活生と差別化を図れるようなコメントを常に言うように心がけていました。はい、私が就活で取り組んでよかった点は、情報収集を徹底し情報の鮮度を高めることを意識 しました。私は、量より質ではなくて量ができてから質が高まると思います。なので私は大阪体育大学の OB の社会人の人と、Zoom で連絡を取り合って情報交換したり、社会人の人と多く接点を持って、とにかく情報を収集し情報の鮮度を上げることが、私の就活で成功した、一つの要因だと思いました。はい、私が思う反省点は、少しでも早くから就活を始めていければよかったという点です。私は3回生の夏頃から就活を始めましたが、1月や2月には本当に忙しい日々を過ごしました。なので、人それぞれですが、私はもう少し初めから始めておければもっと時間に余裕を持って、有意義な就活を進めれたかなと思います。キャリア支援センターについての一言は、私は感謝の一言につきます。私が就活の調子のいい時悪い時にも、適切な言葉でフォローしてくださりました。そこが私にとって就活のターニングポイントだったと思います。そこで、ある職員の方から、声をかけてもらったり、フォローしてくださって、今の私があると思っているので本当に感謝の一言につきます。ありがとうございます。はい、私の将来の夢は、海外駐在することです。そして海外駐在し、日本のお客様のみならず世界の人々にも高品質な商品やサービスを提供できる海外駐在員になることが夢です。じゃあいきますね。はい、全力で取り組めば必ず結果ついてくるので頑張ってください。